で勝ち上がった3人で決勝戦を戦う合計10試合の真剣勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。準決勝第1試合は浅田が225のハイスコアで2大会ぶりの決勝進出を決めた。続いては準決勝第2試合、アクトレスストライカー渡辺倉樹。椎名家に死のグループだなと思ってたんですけど、生きれました。今大会1回戦 C グループ、試合前の段階でポイントランキング1位の寺下と2位の縄に挟まれた渡辺。しかし臆することなく序盤から5連続ストライク、見事強敵2人を相手に金星を挙げた。この勢いで準決勝も食らいつきたい。ガオー、やっぱり今回もまあハイレベルな戦いになるのは間違いないので、先行でストライクを重ねて逃げ切りの形を作りたいなと思います。新生キラキラボーラー、しぼいでかな。今大会1回戦、序盤の5連続ストライクで試合をリードし勝ち上がってきた下出。準決勝でのプランを聞くと、ストライク合戦になればいいなって思ってます。その心は、スペアの我慢大会だとスペアがちょっと下手くそなので手堅い印象の下出だが、出場21試合でスペアミスが27回、1ゲーム平均 1.28 回は出場選手中ワースト3位とスペアが課題になっている。一方、1ゲームの平均ストライク数は2位。ここは得意のストライク勝負に持ち込みたい。そしてもう一つストライクを出したい理由が、それは帰ってきたファンの応援。全然スペア取れなかったり、全然なんかストライクなんなかったら、うん、頑張れ頑張れってなっちゃうじゃないですかそうじゃなくて、わーっていうのがいいストライク連発で観客を沸かせる試合ができるのか。サイレントビューティー、ラマアキ。ポイントランキング1位の寺下と2位縄の直接対決となった1回戦。その2人がグループ2位を争う展開の中、迎えた終盤に縄が4連続ストライク。ライバルを引きずり下ろし、ワイルドカードを獲得した。1回戦終了後、あいつら強い、そんなことないよ、ポイントランキングも1位に返り咲き、このままさらにポイントを重ねていきたいところ。貪欲にいきたいと思います。ワイルドカードで掴んだチャンスを生かし、さらなるポイント獲得を目指す。Bリーグシリーズ2023第3戦、この時間は準決勝第2試合の模様をお送りしてまいります。解説は村山隆プロです。村山さん、どうぞよろしくお願いします。渡辺喜明、下出かな、そして縄亜希の3人の一戦ということになりますが、見応え十分だと思います。はい、まずは下出からの1投目になります。さあ、まずはここはセブンピンが残りましたね。アンラッキーでしたね、はい、ストライクだと思ったでしょう。さあ、そして1回戦 C グループを238、縄そして寺下を破って勝ち上がってきました渡辺です。おお、テンピンが残りました。まあまあいいでしょう。さあ、ここはしっかりとセブンピンをマークしていきました。まずはスペアからのスタートとなりました下出です。一方、こちらはテンピンが残っている渡辺喜明です。スペアです。さあ、そしてワイルドカードで勝ち上がったこの縄亜希の第1フレーム1投目、縄も9本カウントです。よし、ここはしっかりとマークしました。
お、立ち上がりは3人ともに9本スペアで立ち上がりました。まあ、下井では前回がね出場停止ということもあって、どんどんここはポイントを重ねていきたいところであります。ここは外に出して、ここも9本になりました。さあ今度は渡辺、この準決勝まずは誰が最初にストライクを取るのか。持ってきた、まずは渡辺ストライクを決めました。いや、いい投球でしたね。いいボールでした。田中さん、はい、渡辺欅ですが、1回戦スタートでしっかり先手が取れました。後半は縄プロ、寺下プロも追いかけてきたので、逃げ切れて本当に良かったです。観客の皆さんの声が力になりましたねと話していました。なるほど、やはりね、ファンの方のね応援というのはやはり力になるんですね。そうですね。まあ、そのあたりはね一応に選手の皆さん言ってますよね。はい、ただ少しこの縄の方は緊張もしたということもね言っていましたね。さあ、ここはちょっと厚めに入ったが、ここは8本カウントです。おっと、なんと1本残ってしまいました。これは全く予想外ですね。はい、本当に真正面から出てしまいましたね。ここでまず縄がオープン。さあ、第3フレームに入ります。下井で、ここはまだストライクがありません。第3フレーム、おー、いやー、ここもちょっと手前からボールが曲がり始めましたね。予想外でした。なるほど、そのあたりがオイルの変化、コンディションの変化というのもやはり出てきました。ボールとの相性、ライン取りとの兼ね合いですね。さあ、渡辺欅ストライクの後のこの第3フレームです。きた、ダブル、いや、ガッツポーズも出ました。いや、 やはり1回戦と同じようにストライクを続けて逃げようというところですかね。そして一番自信を持って投げているのが渡辺のように見受けられますね。さあ、しのいで、ここは一つしっかりとマークしていきました。さあ、縄としてはオープンの後のこの一投、大事になってきますが、厚めに来てるから、ストライク。ここからゲームは大激戦。